気だ。さすがやな。なんか来とるな。たーちゃん待って。重たいだけやで。ダメダメダメよ。余裕で進めるやんか。先生は黒いか？おぉ目丸や。みんな赤いのに。さすがやな。粘るか。お、粘るやな。さすがやな。上の方やな。ナイス。メバルやろ今の時期は。来た。うん、これはメバルやろ。ちょっと待って。ちょっと待って。おい待って。よいしょ。あ、すいません。あ、やぶく逃げるとこや。
ました。バレてた。メバルか。メバルやな。メバルやな。ありがとう。もう最近疑心暗鬼やからな。ダブルやね。ええー、なあ。ナイスは。え？東の風やな。腕の差やな。まいったまいった。さすがやな、浦川さん。もう一人で差を負けとったん。見とったら。もう一生礼語でやってたの。これ、あ、一匹遊ぶねえな。あ、これでかいや。これで30ないの。あれ、ほら、上がらへんの。ほら、ほら、ちっちゃい、ちっちゃい。寝かかり、寝かかり、頑張ったから。ああ、割と風が厳しかった。ああ、きついな、風は。はい、28cm 台、たぶんもう20匹目ぐらいじゃん。これ、どこで釣ったん。走りとこ、朝一ポン。ああ、一番最初のな。ビッグラポンやな。絶対あそこ、絶対船山さん普通に当たって絶対当たっとったはず。いや、俺だけ当たってなかったもん。船山さん、希望になってまえよな。いや、なんか相性あかんのかな。相性あかんのかな。そうなんや。アングルのとこはずっとそこ舐めてました。かかって、ピンで、うわーって、まあ、基本それが嫌で、それが嫌で、はっきり。ガンガンやっても、切れたら嫌で、切れたら、それで、ピュー、切れたら、取られへん。取られへん。アングル最初の時なんか上げてって言って仕掛けぐーって上げた時にほんま、へぇ、さ
寒い寒い思いして声がいいやん、まあ、ちょっと努力しようかなんかだからあるじゃん。嬉しそうやな。関東嬉しい。めっちゃ嬉しそうやな。今日は切ってもらうの困らないな。こんだけよう朝出てたこっちは。